の角度は30度。どうも、イギリヌです。今日はですね、新宿にいるんですけど、これから一人でサイゼリアに行こうと思います。お気に入りの定番メニューが私の中ではあるので、バクバク食べていこうと思います。それでは、レッツラゴー。どうしよう、何食べようかな。とりあえずですね、私のおすすめは小エビのサラダとエスカルゴ、それから辛味チキンとこれマイカのパプリカソース。とりあえずこれは食べたい。とりあえず頼みましょう。なんかめっちゃ怖いんだけど、上から照らされるから顔がお化けみたい。すいません、小エビのサラダを1つとエスカルゴのオーブン焼きを1つとマイカのパプリカソースを1つ、セットのプッチフォッカ、はい、お願いします。だ、乾杯。じゃじゃーん。まず一品目は小エビのサラダです。とこちらマイカのパプリカソースです。いただきます。どうしようどうしよう、イカから食べよう。正直ね、このマイカのパプリカソースね、イカにソースがかかってるだけの、ただそれだけなんですけど、なんか食べちゃうんですよね。癖になっちゃうんですよ。何なんだろう、麻薬、麻薬なのか。いただきます。えい。なんかね、このエビの感じとね、ドレッシングが私すごい好きなんだよね。めっちゃ美味しい。今ですね、隣の人がいなくなったんで、やっとちょっと声が枯れそうな感じがします。全然私普段人目はあんま気にならないので、こういうところで喋ってても、一人で喋ってて頭おかしいやつだなと思われててもまあいっかって思えるんですけど、距離が近いからすごいでかい声で喋ってると迷惑かなと思っちゃって、到着しましたよ。私の好きなエスカルゴ。じゃじゃーん。熱々です。やばい。美味しそうである。じゃじゃーん。お、お、お、あ、って感じだけど、めっちゃ美味しい。サイゼのエスカルゴって結構私食べやすいと思うんですよ。イタリア料理屋さんのエスカルゴは本当にこう殻がついてるから、見るからにあ、カタツムリですねみたいな感じなんですよ。やっぱそうなるとちょっと苦手な人は苦手かなと思いました。これはね、もう何が入ってるのかあんまりよくわかんない。それでほら、正直そんななんかこの見た目の方に私食べやすいと思いますよ。先入観でわー無理だーって思ってる人がいたら、一回でいいかちょっと目隠ししてでもいいから食べてほしいなと思います。結構普通に美味しい。うまっ。さてさて、これもね、熱いうちにちょっと食べなきゃなと思うんで食べていこうと思うんですけれども、こちら辛味チキンです。これね、美味しいんだよね。私辛いの基本的に苦手なんですけど、これはもうめちゃくちゃ好きなんだよね。これとさ、似たようなやつで家庭用のさ、スーパーで売ってるチキチキボーンってあるじゃないですか。あれもね、めちゃくちゃ好きなんだよ。いただきます。うまっ。そうですね、そろそろ私のお待ちかねのメインディッシュを頼もうと思います。じゃじゃーん。若鶏のグリル、ディアボラ風です。これがね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。もうずっとこれ、ずっとこれ、めちゃくちゃ好き。じゃじゃーん、美味しそうです。ネギのシャキシャキ感と鶏のプリプリ感の相性がめちゃくちゃいいんですよ。やばい、早い、ラスト一切れ。いただきます。完食。ごちそうさまでした。いやー、お腹いっぱいだ。お腹がいっぱいだ。めちゃくちゃ食べたね、今日は。でも自分の好きなもの全部食べたから、めちゃくちゃ幸せ。いやー、美味しかったな。またサイゼリア来よう。